今から376年前、オランダで世界最初のバブル経済事件が起きた。チューリップバブルである。この花の球根を1個ください。はい、1億円です。人々は競い合ってチューリップの球根を買い、高値で売り抜けた。中でも美しいとされたセンベル・アウグストゥスの球根は平均年収の20倍で取引されたという。球根1個で豪邸1軒。人々は庭に植えたチューリップが盗まれないよう毎晩見張りに立ち、眠れなくなった。ラ・ビュール・デ・チュリップ。ビジョン。